どうものちゅTVです。ウマ娘動画やっていきたいと思います。で、今回の動画はですね、チャンピオンズミーティングスコーピオ杯、こちら条件が出ました。で、今回まず条件なんですけども、東京芝 2000m 括弧中距離と天皇賞秋の条件となっております。で、スキルのね、今回は緑スキルの解説をしていくんですが、左回り、そして、季節が秋で、天気が雨、そして馬場状況が重馬場となっております。この状況でね、使えるサポートカードを、今回は解説いたします。はい、ということでね、まずはこちら、スコーピオ杯の条件で、使えるサポートカード緑スキルをまとめてまいりました。で、まず、こちらね、表で一覧でこう出してね、これが緑スキル有効なサポートカードですと言ってもいいんですけども、それに加えて、まあ、この表を出すだけではね、まあ、芸がないので、ここから、ちょっとね、今回のコースに合わせて、そしてサポートカードに合わせても解説していきます。で、まず天皇賞枠のコースの特徴としては、今回まずコース補正というものはありません。前回だとなんか賢さとかね、パワーとかをある程度一定のね、まあ、600とか900とか持っていくと、そこでねスピードがちょっとだけ上がるよみたいなのがあったんですけども、今回に関してはその、補正はありません。なんで、まあその、最低限賢さなんぼにした方がいいというよりは、賢さはまああればあるほどいいみたいな感じです。はい、で、次なんですけども、コーナー丸とかね、中距離コーナー丸とか、差しコーナー丸とか、逃げコーナー丸、ここら辺はポジキープ区間で発動します。なんで、このコーナー丸のスキルについては、前回だとね、まあ、追い込みコーナーとか、そのコーナーが強いっていうのがあったんですけども、それはポジキープの区間により外れて終わってから出るから強かったというのがありました。で、今回に関してはポジキープ区間で発動するので、逃げの客室の馬娘だと、コーナーは、まあ、有効です。ですが、後ろの例えば今回だと差しとかがね結構強いんですけども、差しではそこまでは重視されるスキルではありません。まあ、一応取って全部が無駄になるわけではないんですが、めちゃくちゃ有効ではないので、コーナーね、後ろの客室ではそのね、スキル悩んだ時に優先はされないということを覚えてください。で、あとは今回コース最後の直線、最終直線に上り坂があります。で、この上り坂があることによること、そしてあとはね、重馬場ということもありまして、今回パワーも重要でございます。なんで、目標ステータスとかはまたね、詳細に出したいと思うんですけども、こちらパワーも重視していくということをやってください。で、あとは今回は緑スキルの解説なんですけども、緑スキル、前回もかなり大事だったんですけども、なぜ大事かというと、スキルポイントに対するリターンが高いからです。つまりコスパが、いいということです。特にヒントをもらうと、その例えばまあ60とかね、まあ何十とかで取れるにしては、その、スピードの伸びとかがかなりいいので、まずコスパがいいです。まあ、つまり何を言ってるかというと、緑スキルは安くて強い、スキルであるので、ぜひとも今回も取るようにしてください。はい、で、次が重要な緑スキル、今回、先ほどの図からもあるんですけども、文字でも解説いたします。で、今回重要なのはこちら、左回り丸秋馬娘、こちらが重要となってきます。で、これはスピードに補正がかかります。で、これスピードに補正かかるから重要だよっていうだけではなくて、今回はそのコーナースキルとかがポジションキープ区間なので、その最後のね、伸びを期待するには、その、まあ終盤もしくはまあそのちょっと前から発動するスキルというのが非常に重要です。それが勝ちにつながるスキルなので、まあ、白スキルや継承固有でも強いスキルというのは改めて解説しますが、この左回り秋馬娘はその終盤から、常に発動するスキル、そしてあとはその条件を満たせば賢さの判定で落とすことがありません。 100% 発動します。そこも強いところで、ここがね、まあ実は重要本質なところなんですけども、緑スキルは条件合致すれば 100% 発動します。なんで、この左回り、そして秋馬娘が強いということを言っています。はい、で、次がですね、道割る丸です。これはパワーに補正がかかります。で、今回は重馬場になったので、重馬場の効果としてはパワーがマイナス50されるというものがあります。なんで、このパワーがちょっとね足りなくなったりして、あとは上り坂あるってさっき言ったところとかも含めて、この道割る丸についても結構、かなりねおすすめの、緑スキルとなっております。
はい、でここからは時間の許す限りサポートカードを解説していきたいと思うんですが、まずですねこちらの表の見方としては、今回道悪そして雨の非条件なんですけども、逃げ馬娘などで緑スキルを確保したい場合なんですけども、これが結構ね被ってるカードがあります。このね縦のラインで見てください。アグネスデジタル、マンハッタンカフェ、マックイーン、そしてライアン、スペちゃん、ここがですね道悪と雨の日両方持っている、カードとなります。なんでここが重複しているところから、まず因子集会ではここら辺のカードかなりおすすめとなります。2つの緑を取れるというところね、ここを重視して、因子集会で編成していくのがありということが一つあります。であとはですね、まあ、左回り秋馬娘ら辺も重要ですし、あとね今回 SR も結構使えるのが多かったりします。なんでそこを順次ちょっと時間の様子限り見ます。でまず、今回ですね一番私が、強いなというかねやっぱり強いなと思ったのがこちら、パワーのファインモーションです。でファインモーションは秋馬娘を取る枠です。このね秋馬娘のところで、まあ、もちろん賢さのファインモーションも、練習性能が賢さの中でトップなんですけども、パワーファインモーションもね実際私因子集会で使ってるんですけども、かなり優秀です。まずですねこの食い下がりという、まあ、逃げにつけてもいいスキルがあるっていうところが、かなり特徴的なんですよ。でこの食い下がりも、スキルとして少し注目される時が来るかもしれません。ここは、エアシャカールのね、金特殊能力の回なんですけども、これを取っておくっていうのがねちょっとだけあって、なんかエアシャカールに注目が集まるんじゃないかっていうところがあるんですけども、このファインモーションもこの食い下がり持ってたりします。であとはコーナー校舎はプロフェッサーの回なんですけども、やはりね秋馬娘を持っているというところが重要ですし、あとは因子周回していくと結構ね回復とかなかなかねイベントも良かったりして、気に入ってるカードです。ここがね今回注目集まるうちの一つです。であとはまあ注目ポイントとしますと、一旦丸つけますね。そして解説します。まず強いのがまあゼンノロブロイ。ゼンノロブロイは左回りが確定で取れる、そしてスピードサポートカードであることです。で次がですね、サイレンスズカ、特に私はスタミナのサイレンスズカ、これを注目していて、コンセントレーションも取れて、まあ、一応左回りの可能性もあってというところなんで、まあスタミナカードを指す場合に、これあとはね配布なので無料で貫突しているというところからも注目しております。であとメジロアルダンに関しては、まあ客室によってはねありかなっていうところです。一応丸をつけておきます。で、あとはファインモーションね、これはもちろんですが最強の賢さで、今回今言ったパワーの方も結構いいかなというところ。で次なんですけども、この配布スペちゃんね、これがかなりいいかなと思います。配布スペちゃんも緑スキル確保にも役立ちますし、まあ、先行なら金スキル食いしん坊の回復も一応取れるという感じになっていて、特に道悪丸があるところで、あとは貫突で皆さん持っている練習性能もなかなかいいというところで注目のカードです。であとはねライアンも意外といいかなと。パワーが今回かなり選択肢があります。ライアンは道悪丸があったり、あとボーナスとかがねいろいろあったりします。であと飲酒集会ならマックイーンとかもね皆さん入手可能ではあります。でマンハッタンカフェは長距離だったらかなって感じで、あとはねデジタンもいいかなと思います。ちょっとライアンとデジタンはどっち入れるかっていうのが、パワーをもし複数入れる場合はちょっとね選択あるかなと思います。2番手3番手、まあ、3枚入れるか分かんないですけど、2番手のパワーとしてのこの2枚という風になっております。であとは進行ウィンディ、こちらは練習性能非常に高いプラス道丸丸を取れるということで、この進行ウィンディもスピードの中で、かなりね注目されると思います。なんでスピードはなんかゼンノロブロイと進行ウィンディが、注目というところです。で、一応ここに、スマートファルコンがいて、あとビアハヤヒデ一応丸つけておきます。ビアハヤヒデはトレーニングの性能がいいです。対して、まあ、デジタンとかライアンは一応ね得意率がなかったりする、そこがね、まあ、あるんですけど、青春杯では得意率がそこまで重視されないとすると、まあ、ここら辺もありだし、 SR がこのようにね選択肢があるということです。でさらになんですけども、ここら辺はねちょっと持ってるかわからないんですけども、持ってたら強いとかねそういうカードになります。でまず中山フェスタ、中山フェスタは、道悪丸を持っていて、スタミナの練習性能がまあまあ良くて、さらに金スキルのねありったけの上位版、これがですね一応、
強い金スキルともなります。あとは白でもまあ強いです。まあ末足の強い版みたいな感じで、認識してもらってもいいです。なんで末足のちょっと強い版というふうに考えると、スキルも優秀でミチュアルを取れるということになります。まあ、スタミナカードを編成するかっていう問題があるんですけども、白スキルとして取っても優秀です。で次に、こちらね、タマモクロスパワー、これもパワーの選択肢に入ってきます。でタマモクロスも道割れを取れる、で練習性能も結構いいっていう感じで、今回ねなんかここら辺の、まあ、SSR なんですけど実装されている、新しめのカードをかなり注目が上がってくると思います。ちなみにまあその10万馬力とかね100万馬力とかもあったりして、まあスキルポイントにもよるんですけどね、ここら辺も結構、注目です。で、ライアンが、次がね雨の日なんですけど、ライアン、デジタン、ここら辺が一応ね私は、注目しております。ちょっと逃げの緑確保用ではありかなって感じです。であとは根幹距離、スタミナに行くんですけども、こちらエルコンドルパサーで、エルコンドルパサーもスキル中距離とかあったり、そこら辺で練習性でも結構良くて、まあちょっとありかなと思っております。であとはパワー2種の根幹距離取るためっていう感じではあれなんですけども、まあ愛嬌取れるという枠では一応ありかなと思います。で、スピードカードここで来ましたね。川上プリンセス、川上プリンセスは一応根幹距離を取れてパワーボーナス持ちの、スピード SSR としてね、まあ一応持っていれば出番はあるかもしれないです。であとは遠心フラッシュですね。遠心フラッシュは、結構使えるかなと思います。特に SR スピードを、編成する場合で差し今回いけるので、差しではこの進行ウィンディだったり遠心フラッシュとかを SSR でも活用したり、であとは回復イベントが結構多い遠心フラッシュは青春杯でもなかなかいいカードになってくるので、遠心フラッシュここら辺もね持ってる方は使ってみてもいいかもしれません。であとはバンブーメモリーあるんですけど、バンブーメモリーは一応ですね金スキルが、使えるかもしれないなっていうのと根幹距離があるっていう感じです。で一応トレーニング効果が 15% 貫突だとあったりして、まあちょっとね面白めがあるかなっていう感じの、カードとなっております。であとは東京レース場の、緑スキルなんですけども、ウォッカのみが持っております、サポートカードでは。なんでウォッカは一応、ま、ウォッカもね、中距離のスキルがあって、さらに、まあ、東京レース場を取れる、で練習性のパワーのバスにはかなり強いので、ここら辺が、強いカードかなと思います。はい、そんな感じでね図ではこういう風に説明しました。なんでちょっとね注目カードだけ改めて少しだけ見ていきます。まずゼンノロブロイは、イベントで、左回りを確定で取れます。イベントが来ればなんでこれはかなり強いです。サポートカードガチャとしても結構引いても良かったかなと今でも思っています。で私も引いたんですけども、タマモクロスとのダブルピックアップだったので、タマモクロスがめちゃくちゃ出た、それで、オーバーしちゃうので、ちょっとねガチャはねやめちゃったんですけども、一応持っていればかなり強い、いやめちゃくちゃ強いカードだと思っています。はい、で次がですね、鈴鹿ですね。鈴鹿スタミナの方をちょっと注目として私は挙げています。で、一応ね逃げをに使う場合、逃げ直線、逃げコーナー、センプラ、逃げコツで押し切り準備、急ぎ足、集中力とね、めちゃくちゃいいスキルが多いです。ここら辺は全部もしもらえても強いって感じです。まあ一応ですね、このねヒントのレベルがないんで、ヒントレベル高めではもらえないんですけども、まず確保として例えば緑スキル逃げコツ確保するとかね、いろいろできたりするというところが強いです。あと逃げ直線、押し切りらへんはかなり強い、センプラ急ぎ足も強いという感じです。であとはですねここの、イベントも強いです。まず左回り取れます。これが強い気するけどね。そしてコンセントレーション、特に逃げにはつけていきたいというところで、この配布サイレンスズカ配布で貫突もできているというところから、まあ、かなり優秀なんじゃないかなと私は思っております。あとは皆さん、サイレンスズカをやはりね天皇賞秋のルールなので勝たせたいというのがあって、まあ鈴鹿に鈴鹿は使えないんですけど、鈴鹿は一応ねコンセントレーションとか左回りデフォで持ってるんで、まあそれ以外のサポートカードで育てていくことができます。でメジロアルダン一応左回りあるんですけども、まあ一応解説としては、一旦省略するとして、あとはねハイフスペちゃんですね。ハイフスペちゃんは本当にまあ今回緑が生きるし、あとは食いしん坊があるというところが強いです。道割る雨の日と緑一応有効なのが2枚あります。なんでまあ例えば逃げの緑確保にも一応ね使
えるかなっていうところですし、あとはですね、食い下がりも一応ありますね。食い下がりあって、逃げに使えますね。そしてあと末足、一応末足も、まあ、ちょっと取っていいかなというのは私の候補です。であと差しの場合外差しもできますね。でそして、まあ、一番は食いしん坊ですね。先行馬娘もし使っていくなら一応回復として使えます。今回中距離なのでスタミナに関しては、また解説あるんですけども、まあ、筋回復、まあ、1個で足りるようなようにするか、まあ、もしくは、スタミナめっちゃ盛りまくってね、回復に頼らない型というのはいろいろがあります。それについてはまた長くなるんでね、別の動画で解説します。で一応全部見ていくっていうのが難しいんですけども、ライアンあたりは、一応ね初期絆がないんで、まあ因子周回ですね、ここら辺は。ここら辺因子周回で使ってもらいたいっていう感じですし、あとはまあ進行ウィンディが強いかな一応ね。で、あとはここら辺持っていれば強いです。スピードはね、ゼンノロブロイ、進行ウィンディ、川上エーシンフラッシュ、ここら辺が緑もあって強い感じです。はい、そんな感じでね、今回は緑スキルありのサポートカードを解説いたしました。またですね、一応因子周回のやり方とか、今回ね、詳細に解説したいと思います。チャンミまでねまだ時間があるんで、因子周回私こういう風に実際やっていますよとか、青春杯で因子周回してるんですけど、青春杯因子周回のやり方解説動画上げたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。ということでのっちん TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。